みんなこんにちは、アテナくんだよ。猫ってどうして狭いところが好きなんだろうね。わざわざ狭いところに窮屈そうに入ったりしてね。それはね、猫の祖先と関係があるんだ。猫の祖先はリビア猫といって砂漠に住んでいたんだ。リビア猫は木の幹の小さな穴なんかを巣にしていた。その名残できっと狭いところが落ち着くのかもしれないね。それに猫は寒いのが苦手。広いところよりも狭いところの方が暖かくて居心地もいいんだろうね。でも狭いところが好きと言ってもどうやったら自分より小さな箱に入れるんだろう。それはね、猫には鎖骨という肩の骨がないから。だから体が柔らかくてぐにゃぐにゃできる。それで自分の体より小さな箱に器用に収まることができるんだ。頭さえ入っちゃえばどこにでも入れるんだよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。